こんにちは。お元気ですか？元気があれば何でもできるイブセです。今回はね、前回に引き続きましてこの話題を取り上げたいと思います。あのね、トラさんの重大発表があって、あの時トレーディングカードの発売っていうのをね、発表しましたけど、あれがもうすでに完売してるそうです。しかも2倍に高騰したということです。もうね、やっぱそうなりますよね。みんな欲しがりますからね。枚数限定ですから、あの当然高値でね、取引されるようになると思います。でもね、そんなことじゃないんですよ。もっともっと重要な真実がですね、あの重大発表には深い深いそこにですね、沈んでた。その深い意味をですね、読み取らなきゃ私たちいけないんじゃないでしょうか。もうね、この情報を私受け取った時びっくりしました。今朝方受け取ったんですけれども、これはぜひとも皆さんにお伝えしなければと思って、こういう動画を作らさせていただきました。そうだったなっていうね。もうね、さすがトラさんすごいなってほっと思いましたね。それではそのね、驚きの真実とは一体何だったのでしょうか。それでは早速行ってみましょうね。真実法が正式に発動。例えばですね、あのトレーディングカードってね、要はスーパーヒーロー、アメリカにはスーパーヒーローが必要だっていうことで、いろんなヒーローの格好に扮したトラさんが、まあアニメーションとしてね、こう描かれてるという、アニメとして描かれているという、そういうトレーディングカードですよね。で、あのトレーディングカードを一枚一枚しっかりと見てるとですね、いろんなメッセージが隠されてるんですよね。例えばこのトレーディングカードね、これね、ヒーローのね、コスチュームしてないですよね。コスプレ何もしてない、普通のね、トラさんのいつものスーツ姿ですよね。赤いネクタイでね、で金の延べ棒がこうブワーッと溢れてる、そういうトレーディングカードですよ。これどういう意味？そうですよ、どう考えてもこれ今現在ね、あのドルは不換紙幣、もうね、何の裏打ちもない、もうただ単に吸ってるだけの、まあ、そういう紙幣なんですけど、これからは金の裏打ちがある、打換紙幣ね、あの金のね、ちゃんと裏付けのある、そういうしっかりと信用のある紙幣にしていこうじゃないかっていう、そういうメッセージが込められてるんじゃないでしょうか。そして12月15日、この12月15日というのがね、非常に重要なメッセージだったんですよ。重大発表した日が12月15日だったじゃないですか。で、前回の重大発表が11月の15日で、ちょうど1ヶ月後っていうことですけど、このね、12月15日には深い深い意味がありまして、というのはどういうことかと言いますと、トラさんが大統領時代にサインした大統領令があるんですね。あのそれが FCC 真実法というものなんですよ。で、この FCC 真実法というのが、まあトラさんが大統領時代にサインして、で大統領が交代して施行されたんですね。で、その施行された日時が2021年10月1日なんですよ。この10月1日からこの、アメリカ連邦通信委員会真実法というのが施行されたわけですよ。で、この真実法というのは、真実を伝えないテレビ、メディアは違反とみなされて処罰、特に免許停止されるという、そういう法律なんですよ。これすごいですよ。放送局が免許停止されたらね、全員もうね、おまんま食い上げ、失業してしまいますよね。大変なあの法律なんですよ、これ。で、まあ、ちなみにこの FCC というのはメディアを管轄する政府機関のことで、これ実際にある機関なんですね。TikTok なんかはこの FCC によって監視されてて、まあ、危険性がまあ指摘されているわけですけども、この FCC というのは日本語に直すと、連邦通信委員会。フェデラルコミュニケーションズコミッションっていうね、FCC というふうに略されております。
で、これが、まあ、通信とか放送の分野を統括しているということなんですけども、で、その、まあ、要は、2021年の10月に発動されたこの新実法がですね、猶予期間があったわけですよ。この猶予期間に、まあ、要は1年とちょっとの間に猶予期間与えるからちゃんと真実をね、報道するようにしてくださいよって。で、いろいろとね、トラさんはあのメッセージを送ってました、メディアに対して。だけど今まで真実を全然報道しなかったわけですよ。特にこの間のこの12月25日の重大発表については、トレーディングカードのことしかね、発表せずに、報道せずにね、で、肝心なマニフェストは全然報じませんでしたよね。これはもう決定的なもう証拠になるんじゃないでしょうか。この猶予期間が12月15日までだったんですよ。期限が12月15日だったんですね。ですからそれがまさにここで証明されたということですよ。すごくないですか。しかもこのね、真実法というのは国際法にもなってまして、日本にも適用されるんですよ。すごくない?ね。真実を伝えないメディアはこれから罰せられます。放送免許が取り消しとなります。ですから日本のキー局もですね、あと新聞、ね、朝日新聞とか読売新聞とかありますけど、これもね、罰せられる可能性があります。ですからもうね、今メディアの人たち戦々恐々としてるんじゃないでしょうか。これからメディアの報道がですよ、大きく変わりますよ。私はそのように期待しております。そしてですね、すでにもうね、変わり始めてます。例えば FOX ニュースですよ。FOX ニュースはね、元からね、保守的な放送局って言われてますけども、若干ね、トラさんが大統領時代の時にはね、トラさんを責めるようなそういうニュースもね、ガンガン流してましたからね、お前どっちの味方やねんっていう感じだったですけど、ここへ来て、この FOX ニュースのこの人、タッカー・カールソンがですよ、ね、もう熱く語ってくれております。あの、要はあのツイッターのね、暴露ニュースのことですよね。イーロン・マスクがもうツイッター内部で起こってたこのね、あらゆる不正、いろんな不正をですね、どん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 暴露してくれてますよね。その暴露ニュースをちゃんとですよ、FOX ニュースが報道したんですね。そしてタッカー・カールソンがこの熱く語っております。 FBI が検閲を指示するのは違法だ。もちろん違法です。法律違反です。しかし彼らはとにかくそれを平然と行ったんですというね、もうこの怒りを込めて熱く語っております。もうタッカー・カールソンね、これからもヒーローになっていくんじゃないでしょうかね。あの、私ちょっとね、注目してるのはやっぱりイーロン・マスクですよ。これからの時代を牽引するのはイーロン・マスクだと思います。産業についても、こういうメディア、マスコミについても、この世界中を牽引するのはもうイーロン・マスクじゃないでしょうかね。人類を火星にね、送るぞって言ってるし、で、またね、ちょっと今ね、株価が落ちて、世界一の大富豪の座からちょっと転げ落ちてますけど、でもやっぱりね、イーロン・マスクがこれからは世界を引っ張っていく、そういうリーダーになっていくんじゃないかと私は注目しておりますけど、それに伴ってこの FOX ニュースがこれからメディアの中心になっていく、牽引者になっていくような気が私にはしますね。で、さらにこのタッカー・カールソンが JFK の暗殺事件のことをですね、熱く語ってるんですよ。まあ、あのね、12月15日にね、トラさんが重大発表した同じ日にケネディ大統領の極秘文書が公開されたわけですけれども、それに伴ってタッカー・カールソンが JFK の暗殺事件のことをね、熱く語っております。我々は未だに隠されている CIA の JFK 文書にアクセスした人物、その内容に深く精通している人物に話を聞きました。私たちはこの人物に直接尋ねた。アメリカ大統領であるジョン・ F ・ケネディの殺害に CIA は関与していたのかと。そして答えは、そうなんです。
イエスだったんですっていうようなことをですよ、タッカー・カールソンしっかりとテレビで報道しておりますね。メディアがこうやってどん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 変わり始めましたよ。ケネディ・ジュニアのね、あの飛行機事故についても、もしかしたら真実が明るみになるかもしれません。もちろんこのお注射とかね、流行り病のこと、武漢肺炎のことも今後はどん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 真実が出てくるんじゃないでしょうか。あとね、あの悪人たちが大量に逮捕されていて、グアンタナモに送られているっていうこともね、そしてそのリスト、こういう政治家たちがいっぱい送られてるよっていうね、ヒラリー・クリントンもね、ナンシー・ペロシーも送られてるらしいですけどね、そういうちゃんとしたリストがね、公開される可能性も出てきますよ。ね。で、表の動きとしてね、例えば今後ね、CNN の CEO が逮捕されるとか、朝日新聞の社長が辞任するとかね、そんな表の動きもどん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 出てくるんじゃないでしょうか。私はそんな予感がしてね、ワクワクしてるんですけどね。まあ、とはいえ、この真実法という法律、トラさんがね、サインして成立したっていう話ですけども、これ自体が実は正式に制定された法律なんかみたいなね、ちょっとね、怪しい部分もあるんですけど、まあね、こうした、まあ、あの都市伝説みたいな話ってね、聞いていて、どこかなんか希望が持てるじゃないですか。ねえ、だから私はね、この都市伝説が大好きなんですよ。この都市伝説の情報ってね、都市伝説ですから信じなくていいと思います。信じる必要は絶対ありません。でもね、マスコミが報じてる情報っていうのは信じると危険じゃないですか。そう思いません？マスコミの情報は信じちゃ危険ですよ。どっちが真実か分かりませんからね。どっちも真実じゃないかもしれない。となると、どっちを信じた方が精神的に心の平安が保てるか、元気が出るか、希望が持てるかっていうと、そうですよね、希望が持てる方の情報を信じた方がいいんじゃないでしょうか。いかがだったでしょうか。とにかくね、私たち大衆の意識が現実というスクリーンに映し出されることを決して忘れてはいけません。つまりね、私たちの大衆の意識が戦争しろ戦争しろって言うと、まあ戦争しようっていう勇ましいことを言う政治家が当選して、そういう政治家ばっかりになっていって戦争が起こるわけじゃないですか。ですから大衆の意識っていうのが 一番大事なんですよ。もしも私たちが平和を望むのであれば、私たちの意識を平和に向けるべきなんですよ。意識こそが現実を作り出すんです。以上、今回はここまで。いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。チャンネル登録もね、ぜひぜひよろしくです。最後までご清聴ありがとうございました。